俺台湾のトンネル今からくぐりたいと思います。いやー車の量が激しいからこれは歩道を走っていいのかな。自転車なんですけど普通は車道を走らないといけないんですけどちょっと車の量が多くて怖い怖い怖い、これ怖い怖い、これ死んじゃうわ。でも押していこうって思ったけど押すには結構な距離があって、うわ、チャリンコで今から行きます。怖えなこれ。あーでもこっち行くしかもうないな。おー怖い怖い怖い、前からスーツケース持った人来てるし、ちょっと止まります。うわーすげえ。というかこの危ない危ない、スムース Q を今試してるんですけど、これめっちゃいいっすね。こんだけスピード出しても安定してる。これもちろん手持ちとかだったらブレブレで全然使い物になんないんすよ。そのうわーでも怖いな、なんか横から目離しちゃいけない。これもう一気にスピードで行くしかないな。うわうわ速い、超速い、怖い怖い。うわ速すぎだろ、怖いわ。かけながら行かないと危ないですね。やっぱ坂道ちょっと下ってるんで帰るときは結構大変ですけど、うわ怖い怖い怖い、ふぅ抜けた。いや怖えな、あー怖かった。うわこんな感じで政治大学がある場所がウェンシャンチューって言って動物園の駅の方なんですよ。そして今これ向かってるのが台湾大学とか師範大学のあるダーアンチューの方に向かってて、ウェンシャンチュー、ダーアンチューをもしバイクとかタクシーで抜けるときはここなんですよね。で自転車もここから抜けるんで、うわ初めて動画撮りましたけど普通はもう動画なんて撮れないぐらいちょっと怖くて、今日はジンバルがあったんで動画撮ったんですけど、うおー怖えな。やっぱり台湾の車道チャリで走るのはめっちゃ怖いっすね。この速度感はやっぱり耐えがたい。そして今から政治大学じゃないや、台湾大学の前を抜けて、おいっす、台湾大学を抜けて師範大学夜市の方に行きます。怖い怖い、いっぱい人がいる。よし、とりあえずこんな感じで、うわ怖かった、トンネルを抜けてみたって話でした。それでは